はい、どうもこんにちは、サラピ TT です。ということで今日もガルプラメンバーでいってみましょうか。はい、ポテです。ということでね、ガルプラっていうねオーディション番組があるんですけども、もうすぐね8月のね6かなから始まるんですけども、まあ、今最初ね99人から始まるということで、まあもうこの最初にねこう先取りしてメンバーをね一人一人ね深掘りして紹介していこうという、まあ、企画コーナーであるんですけども、今日でまあ4人目かな。今後またね増えていくので、どんどん人がね増えていくので、ぜひ ねチャンネル登録していただけると、いろんな人のね詳細が知れるんじゃないかなと思います。ということでポテです。土持ちです。お願いします。早速今日はメイちゃんです。話題のね、まあ、メイちゃんって言ったらね、そうなんですよ、話題の日本人なんてね、まあ、今日はその話題の日本人について、日本人って言ったら変かな、まあ、日本の子についてちょっとやっていければなと思います。ということでやっていきましょう、はい、メイちゃん紹介、はい、ということでね、プラネットガーディアンのポテです。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。この惑星を生きていくために頑張ってください。はい、いやーはい、ということでやっていきましょう、はい、まずねガルプラとは、ガルプラ正式にはガールズプラネット39少女祭典は2021年8月から行われるグローバルガールズグループデビュープロジェクトです。はいね、これもう分かってきたかな皆さん。応募総数1万300人の中から韓国、中国、日本でオーディションを通過した33人ずつ合計99人が参加しますということでね、はい、これもう本当にいろんな、もうすでにね活動してる人だったり、もういろんなねオーディションを受けてきたとかいうその経験者がね結構もう多いっていう、もうかなりレベルの高いオーディションになるんじゃないかなっていう感じですよね。はい、その中でも今日はメイちゃん、かわいいメイちゃんについて深掘りしていこうかなと思います。ということで、じゃあまずね毎回恒例の1秒動画いきますよ。はいはいありがとうございます。かわいいね。これね、最初のね、シグナルソング OOO っていう歌を歌ってるんですけども、そのね、まあ一シーンですね。まあでもご安心ください。はい。もう一度シーンあります。お、行きましょう。あはありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと動くだけで違うからね。全然違う。本当に。うん。じゃあこのね、もう可愛い、まあ、ちょっとスレンダーな感じがもうわかるかなということで、このメイちゃんを今日は深掘りしていこうかなと思います。はい。まずキャッチコピーですね。これ公式のガルプラのね、公式サイトからキーワードって部分があるんですけど、そこが、ね、多分キャッチコピーなので、そのキャッチコピーをまず言おうかなと思います。こちらです。爽やかな容姿とパフォーマンスで、癒しをくれるビタミンのような存在。素晴らしい。素晴らしいね。これキャッチコピーだから、ビタミンで止めたくなるでしょ？うん。癒しをくれるビタミンで本来いいんですよ。だけど、のような存在っていう、ちゃんとね、ビタミンではないですっていうこともね、伝えてくれる、いい子ですね、これ。ビタミンじゃない人間ですよっていう、のようなって。そうです。ビタミンってもう大事ですからね、本当に。うん、本当にいい、爽やかな人。素晴らしいね。これやっぱ自分で決めてるのかな？わかんないんですけども。これも、毎年恒例の、毎回恒例のキャッチコピーでしたということで、PR、間違えました。プロフィール入ります。かわいいな。これもうね、こう、この筒紙キャンディーを歯と手で開けるタイプということもここから伺いますということで、はい、今回ちょっとね、本名っていうね、部分を含みました。メイちゃんは本名じゃなくて、まあ、芸名みたいな感じなので、まあ、一応本名もね、まあ、言っていこうかなと、プロフィールなので。はい。はい、まず、生年月日。こちらです。2004年11月16日、こちら。え？そうなんです。多いんですよ。土持ちさんと近い方が今回。僕の4日前だな。そうなんです。4日前に生まれてます。いいな、そんなのはもう。さすがに。はい、もういいな。いいな、もうそういうのは。え、2004年だからね、結構もうだから、6個下。6個下やばいね。今だから、17、8ぐらい。で、本名が、広川真央さん。これ広川真央って呼びますね。あ、一番可愛いね。うん。そう、一番可愛い真央だよね、これ。うん。そして、身長、173センチと。俺よりでかいやん。ガチ？土持ち声？俺声。ストーリー、スタイルがね、とてもいいことがわかります、こちら。やばい、ね。そして体重。え？いけんの？体重。まあこれ173センチだから結構ね、もう体重もそれはね、身長高いからそのしょうがないです。ただこれで、体重が重いとか思わないでください。教えてあげないでした。はい。えぐ。こちらね、メイちゃんに直接聞いたところ教えてあげないと言っておりました。ということで、次、MBTI。MBTI はですね、まあ自分のまあ自己アンケートみたいな感じで、その人の性格がね、まあ16個に分割された性格がわかるみたいな感じなんですけど、まあ、こちらもね、後で説明しますね。とりあえず、ISFJ です。ISFJ。ということで、ISFJ です。はい。そして、趣味、こっからですよね。
こっからです。もうこの動画あって。こっからなんですよ。はい。いきます。チェミ。油絵塗り絵。これすごい。油絵と塗り絵ではない。いや、これスラッシュとかなんもなかったので、もうあ油絵塗り絵です。油絵やるんや。しかも油絵の中でも塗り絵だからね。そもそもなんか形があって、それを油絵で塗るってやつなのかな？わかんないですけど。なるほどね。そしてもう一個。コーヒーを飲むことです。めっちゃいいやん。趣味。めっちゃいい。例えばコーヒー飲みながらこう油絵でも塗ってるのかな？絶対そうやん。かなりアーティスティックな特技いきましょう。はい。これすごいですよ、本当に。大体の方が歌とかダンスとかなんですよ。はい。こちらです。美味しく食べること。特技なん？これすごい。恋にできるってことやな。これすごいんですよ。美味しく食べるのを。そうです。これどういうことなんだろうね。美味しそうに食べれるのか、もう大体のものを美味しく感じる能力を持っているのか、これちょっとわかんないですね。まあでも、いいことですよね、確実に。確実にいいことやな。そうなんですよ。誰も。で、この MBTI ISFJ っていうのを皆さん気になってると思うんですよ。はい。説明していきます。MBTI は内省的な自己申告アンケートであり、人がその人自身の世界をどう認識し、物事を決定していくかという点について、心理的な選考を表すことも目的としていますと。はい。はい。そしてですね、はい、まあ、ISFJ について今から説明していくんですけど、まあ、やっぱこの毎回いいんですけど、まあ、たくさんね、いろいろ、まあ、文章はあるんですけど、その中でも強みと弱みだけを発表していきます。まず強みです。協力的で信頼ができて、忍耐強くて、想像力が豊かで、観察力があって、情熱的で誠意があって、勤勉です。こちら。なるほど。そうなんです、これ。これ、リーダー気質やな。いい人ってことです、これ。そしてね、弱み。一応弱みもね、これ、メイちゃんの弱みじゃなくて、16個に分類したら、こうなっちゃいましたっていう弱みです。控えめ、シャイ、重く受け止めてしまう、自分の気持ちを押し殺してしまう、変化に抵抗する、利他的すぎるっていう。まあ、この、本当に人のことを考えすぎちゃうってことがね、結構多い感じでしたね、いろいろ見ていくと。そう、もう人のことを考えすぎて、自分に対して、プラスのことがなくなっちゃうみたいな。それほど自己犠牲精神があるっていう、もう、これはもうね、すごいっていうことです。これは。はい。物語の主人公タイプですね、これ本当に。絶対そうよ。絶対そうなんですよ。そして、略歴、もうこっからです。お待ちかね、こっから略歴だったり、写真タイムだったり入りますよ。いきますよ。はい、略歴。日本でミリオンという中学生4人組 K-POP グループで活動と。はい、だからもう中学生の頃からもうねグループで活動してたんですよね、もうすでに。なるほど。で、K-CON というね韓流文化が体験できる Mnet の運営元である CJENM 主催のフェスティバルのダンスイベントに2年連続で出演と。なるほどなるほど。これね今ねMnet っていうあれでいろいろやってるじゃないですか、ガルパラのこと。そのイベントでもう出てたとずっと前から。はい。そしてこれをきっかけに CN ブルーや AOA などが所属する FNC エンターテインメントからスカウトされて7人組ガールズグループチェリーバレットとしてデビューということですね、はい、これねもう出してるキム・ボラちゃんと同じようにねチェリーバレットからお越しいただいております。だからもうアイドルです、言っちゃえばもう。はい、かわいいしな。そうなんですよね。かわいいし実力もあるってことだもんな、ダンスで。気づいちゃった？そういうことなんですよ、うん。でですね、2018年5月頃渡韓して練習生期間が7ヶ月ですね。なるほど。だからもうパッと言ってパッとデビューしたみたいな、もうエリートコースみたいな感じですね、こちら完全に。そうですね。これただこのなんか、いろいろサイト調べていくと、2017年に渡韓っていう書いてある記事もあって、まぁ、ちょっと正確さがね、あんまわかんないんですけど、まぁ、でもこれ5月頃まで行ってるので、こっちの方が正しいのかなと思って、こっちのサイトにしました。ということで、次お待ちかね、写真タイム。これが一番魅力伝わるからね、アイドル。写真で。じゃあ1個目からいくよ。はい、ドーン。マジ可愛い。こっちです。まずこっちです。まずそっちね。そうなんです。もうめっちゃ可愛い。そう。で、こっちなんですよね。今そっちもあるんや。これもうね、スタイルがね、本当にいい。で、こう。ほら。可愛いな、マジで。これもうお人形さんやん。もうお人形さんみたいな感じだもん、こんなんはもう。マジでそうやん。そしてこう。ほら。寄れば寄るほど可愛い。今回ちょっとね、奮発しました。いっぱいありますよ。ドーン。うお。いいでしょ。で、ドーン。こういうのもいけちゃう。あ、マジでいい。そう。で、ドーン。これもう素晴らしい。もう一枚ありました。すいません。いきますよ。ドーン。これ一番可愛いので最後にしました。いや、可愛い。普通に可愛いです。これね。これめちゃめちゃ可愛いんですよ。はい。可愛いです。はい。ということで写真タイムでした。はい、次。PR 動画の話をしましょう。
はい、こちらね、あのガルプラのね、あの Mnet っていうチャンネルがあるんですけど、 YouTube のそこでね、 PR 動画全員分が上がってるんですけど、まあ、それをちょっとね、あの軽く説明していこうかなと思います。 PR 動画では、はい、掃除をする人からシンデレラに変身して新体操を披露と。新体操もできちゃうんや。そうなんですよ。綺麗な長い腕と足を使った美しいリボン演技を見せてくれました。本当にもうね、すごかったよ、はい、これすごかった。そして最後にね、自分のあのクリスタル、まあ、ガラスの靴かな、言っちゃえば。ガラスの靴をまず置いてて、それで はまんなかったと。なので、まあ、自分のね、本当の自分の靴を一緒に探してくださいっていうね、感じのメッセージで締めくくっていました。こちらね、このリボン演技が本当に美しかったので、これぜひ、概要欄からご覧ください。見たいです。これ完璧な流れ。はい。これぜひ見てください。概要欄に貼っておくんで。はい。ということでした。ということでね。他にね、めいちゃんの情報があったらぜひね、コメント欄にお願いしますということで、あのこちら僕がね、あの頑張ってサイトでガガガっていう、もうサイトもうこう、こうしてやってね、サイトでね、拾ってきた情報なので、もしね、違ったりね、そういう情報もあったりするかもしれないんで、もう昔から追ってるめいちゃんのファンとかがもしいましたらね、ここ違うよとか、こここういう魅力あるよとかね、あったらぜひコメント欄に言ってもらえると嬉しいなと思います。ということで、プラネットガーディアンとして一緒に応援してくださる方はチャンネル登録お願いしますということで、めいちゃんでした。ありがとうございました。どうですか、めいちゃん。マジで可愛いです。これね、チェリーバレットからね、まあ、3人あの参戦してるんですけど、ガルプラに、はい、これのもう一人の、まあ、ある方がいるので、まあ、その方もね、まあ、今後、まあ、ちょっとご紹介できたらなと思いますということで、はい、今までもぜひね、あの今までも紹介してる人いっぱいいるので、ぜひその方々も見ていただければなと思いますということで、ぜひこのガルプラ一緒にハマりましょう。これハマりましょう。はい、ということで、じゃあ今後の動画もぜひ期待して待ってくださいということで、ありがとうございました。ありがとうございました。